ドジャース、カブス、10日、ロサンゼルス、ドジャースの山本義信投手が復帰登板に臨み、4回4安打1失点で降板。12個のアウトのうち8個を三振で奪う圧巻投球を見せた。上限60球の球数制限があった中、59球で4回を投げ切り復活を印象づけた。山本の名前がコールされるとスタンドから歓声が沸き起こった。初級、 155キロのストレートでストライクを奪うと拍手も。ハップを2玉で追い込み、最後はカーブで空振り三振に仕留めた。続くスワンソンにはカーブから入り、156キロのフォーシームで押し込む。最後もカーブで三振に切った。西無双者で打席に迎えた鈴木。4月の対戦ではノーヒットに仕留めていた中、スプリットで空振りを奪った。 この被災速となる1576キロでファウルを打たせて追い込むと、最後はアウトローのフォーシームで見逃し三振に仕留めた。悠然とマウンドを降りた山本。2回はベリンジャーを空振り三振。パレデスは2球で追い込んだが、左前に運ばれて初安打を許した。セットポジションからの投球に変わった中、ブッシュは空振り三振。ホーナーに中前打を浴びて得点圏に走者を背負うと、 クロー・アームストロングは一ちごに打ち取ったかに見られたが、一塁フリーマンがイレギュラーバウンドに対応できず、強襲打ちの安打となって一点を失った。それでも直後にエドマンが同点ソロを放って試合は振り出しに。三回は再び二者連続三振を奪って西から鈴木を迎えた。カウントツーボールからカーブでストライクを奪うなど平行カウントに持ち込むと、最後はスプリットで空振り三振に仕留めた。 4回も続投し、一死からパレデスに中前打を許したが、続くブッシュは一頃閉殺打に仕留めた。直後、ベンチに戻ってくるとロバーツ監督と笑顔でハグ。復活を印象付ける内容だ。59球のうち、ストライクは42球。打者が29スイングした中で11度の空振りを奪うなど、ボールのキレは申し分なかった。 山本は6月7日のヤンキース戦では7回、移籍後最多の106球を投げ、2アンダム失点の回答だったが、降板後に右上腕に針が出たため、次回登板を延期。中7日の調整で臨んだ6月15日のロイヤルズ戦は試合前の投球練習時から幹部に針を感じながら登板し、2回28球を投げ終えたところで自ら降板を申し出た。 交番直後は右腕上腕三頭筋の張りと発表されたが、精密検査で右肩鍵盤に損傷が見つかった。